今週のテーマはファシリテーションです。ちょっと振り返りますとですね、昨日は喋りすぎる人の喋りをどうやって止めるかというお話をしました。タイムキープですね。いかにタイムキーピングするかというのがファシリテーターの大きな役目です。もう一つはですね、その前はファシリテーターはサーバントリーダーシップでやりなさいということに、上目視線でですね、マントを取って上からこれをやれあれをやれというんじゃなくて、サーバントというのはメイドという意味ですから、下から持ち上げてですね、やる気にさせて思いっきり使いなさいということです。サーバントリーダーシップ。はい、今日はですね、Zoom とか Teams を使った会議では、全員を引き込むためにスタートの時点で参加者全員にですね、一人ずつ一言ずつ喋らせなさいということです。そしてですね、一人ずつですね、褒めることです。まあ私はですね、企業時代を思い出しますとですね、一人ずつにですね、今日こういうことを皆様で議論したいと思います。こういう終点に持っていきたいという目的をお話ししてですね、皆様それに関してですね、今日はどんな思いを持ちますかと。考えでも何でもいいです、自己紹介でもいいです、何でも話しなさいということを言ってですね、一人ずつ喋ってもらうんですよ。そして喋り終わった時にですね、リーダーは分かりました、こういうことですね、それはいいことですね、全員をですね一言褒めることです、ふさしちゃいけないです、褒めることです。そしてこうしろというアドバイスもしない方がいいと思います。アドバイスもしない、褒めることです。そうすればですね、参画しているチーム員はですね、一人ずつ喋ることによってパッと心が開くんですよ。心が開くんです。その後の会議がさーっと流れるようになります。はい、Zoom、特に Zoom ファシリテーションなんかではファシリテーターはですね、全員に1分ぐらいのスピーチをさせて褒めなさいというお話をいたしました。さようなら。